ほどほどステーションセカンド。日の丸南極観測隊、南極大陸へ向け宗谷発進。日本会議唐津が提供します。ほどほどステーションセカンドの時間です。進行は私 MJ です。そして本日のアシスタントは、はい、ふんちゃんです。よろしくお願いします。セナです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日のテーマは先週に引き続き、日の丸南極観測隊、南極大陸へ向け宗谷発進です。本日の解説も元海上自衛官吉田機関長です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先週はですね、我が国の南極観測隊の決定までのお話を聞きましたが、引き続きお話を聞いていきましょう。吉田機関長は大体いつぐらいに行かれたんですかね。はい、53時と54時、まあ平成23年と24年になりますかね。23年と24年に行かれたということなんですね。その頃っていうのは、まあ、南極観測としてはどういう状況でした？その、まあ、一時からずっと今までなんですが。たまたま私2回行ってるんですけど、2回とも接岸できなかったんですよ。氷の状態が厳しくて。だから先週お話した通り、火事が壊れたりですね、したわけですよ。はい、でランニングの回数も4000回とか2000回とかいう回数を数えたんですね。で何時帯だったですかね、30時帯ぐらいの時にはもう全くランニングなしで行ったそうです。海ばっかり、ただ氷を探すのは大変だったらしいです。陸揚げができなくなるからですね。そうですね、やっぱりその時によってやっぱ全然やっぱりまた環境から何から違うんですね、条件から。私自身はその地球温暖化と言いますけども、2回とも行けなかったからですね、接岸できなかったから、はい、嘘じゃないかなと思いましたね。ですよね、ですよねって言ったらちょっとね、いろいろと批判が来るかもしれませんけど、私もどうかなっていうふうに実は思ってるんですが、そして、あ、先週から引き続きなんですが、南極観測隊、派遣決定をになったんですが、その後どうだったんでしょうか。前回お話しした通り、昭和30年11月4日南極観測隊派遣が閣議決定されたんですが、約1年後には出国しなければならない時期です。南極大陸へ向け発進と順調にことが運んだわけじゃなく、船の選定、改造、装備の開発をはじめ様々な試練がありました。これらを克服し世界を驚嘆させたドラマがこれから始まります。なるほどですね。敗戦でですね、大変な時期に日本がね、そのどれぐらいのその技術力があるかっていうのはね、世界にからしてらしたらね、お手並み拝見というような感じだったんでしょうけど。そして、一番最初の南極観測船は宗谷だったんですよね。そうですね。宗谷という船は、どんな感じの船だったんでしょうか。それはですね、昭和30年の11月出発まで1年を切っていて、船を作る時間も費用もなかったわけですね。海上保安庁は中古の船をしらみつぶしに探しました。そこで東大補給船の宗谷を見つけたんですね。ただ宗谷は建造後18年経過していて、錆だらけ、甲板も穴だらけ、ボロボロの老朽船だったんですよ。もともとソ連の船として建造された3隻のうちの1隻で、工事の遅れとか海軍からの要請もあってソ連への引き渡しが中止された船でした。戦時中は特務官として人員物資の輸送のため数々の作戦に参加しています。空襲を受けても急所を逃れ、魚雷の直撃を受けても不発、逆に爆雷攻撃で潜水艦を撃沈しています。すごいですね。艦内に多数の死傷者を出して、船体が損傷しても宗谷だけは帰ってきたんですね。海上保安庁は宗谷の
強運にかけたんです。なるほどですね。そして大改造の設計図は戦艦大和を設計した牧野設計技師が2ヶ月をかけて完成させていました。改造工事はですね、工期が短いために大手造船所が尻込みする中、会社は小さいけれども腕は日本一との評判の横浜浅野ドックが受注しています。技術部長は職人たちを前に、お国の危機だ、どんな無理をしてでも間に合わせると述べています。大型機械などなく職人の腕だけが頼りの工期7ヶ月前代未聞の突貫工事でした。すごいですね。船って本当何年もかかるじゃないですか。そうですね、はい。そしてその船も造船しないといけませんが、この装備もですね、はい、大変だったと思うんですが、装備はどういう装備でだったんでしょうか。31年1月に氷点下20度の網走で観測隊員30名が装備の体感テストを行っています。そうですね。テントは強風であっけなく吹き飛ばされて、発電機はオイルが固まって動かなくなった。無線機はすぐにバッテリーが上がって装備の改良が必要でした。なるほどですね。装備の開発についてはアジアで一国日本隊に胸を張って行ってもらいたい、成功させて自信を失っている日本人に勇気を与えようとの熱い思いで一線を越す日本企業が採算度外視で協力されています。オイルが凍る心配のない風力発電機をオートバイメーカーのホンダが、寒さの中でもバッテリーが持つ小型受信機を東京通信工業、後のソニーが、氷点下50度に耐えられる居住施設を東京タワーを作った会社竹中工務店が無償で提供しています。特に居住施設は命のかかった建物、1ミリの隙間が命取りです。マイナス50度では鉄はボロボロで釘が使えない、突風の吹き荒れる中で素人には柱は立てられない、柱の代わりに木製の壁パネルを組み合わせることを考えたんですね。基礎ヒノキの北側、年輪が混んでいる部分を使った6枚の合板、ドイツから初輸入された発泡スチロールも活用して釘を使わない日本国内の木組みの技術で日本初のプレハブ住宅を完成させています。ブリザードの中でもワイシャツ1枚で OK だったそうです。そうなんですね。あと冷凍食品も開発されていまして、寿司のセットとか、うなぎのかば焼きなども開発されています。そうだったんですね。それで宗谷を改造したんでしょうけど、していくんですが、この改造って順調に運んだんですかね。そうですね。宗谷の改造工事開始後すぐに船体が歪んでですね、水漏れが発生しています。出港まであと3ヶ月の時点でも水漏れが続いていました、補修箇所は数千箇所、徹夜しても追いつかない状態でした。浅野ドック技術部長が職人の心意気を見せるんだと号令して横浜中の職人が集結されたそうです。そうだったんですね。10月10日納期ギリギリで改造工事が完了しています。ただ引き渡し後も出港直前まで詰めの工事が行われています、まさに職人の心意気ですよね。そうですね。で31年11月8日宗谷は東京晴海ふ頭を出港します、乗組員77名、観測隊員53名、樺太犬22頭、たけしと名付けられた猫1匹、カナリア2羽、企業が夢を託した2000の装備を乗せて、誰も経験してない、情報もない、手探りの航海、観測、未知の世界、南極大陸まで2万キロ、日本人の底力を試す運命の航海が始まったんです。うわ、すごいですね。で観測隊員は、どういう人たちが、選ばれたんでしょうか。隊長は先前回でお話した通りなんですけども、観測隊の副隊長、初代越冬隊長ですね、この方が西堀栄三郎さん、最年長の53歳でした。京都大学、
京都大学教授の登山家でもあります。天才技術者、探検のカリスマと呼ばれた人です。19歳の時アインシュタインが来日、3日間通訳として京都奈良を旅して、アインシュタインからですね、誰もやったことのない新しいことをやりなさい、一番大事なことはまずやってみる勇気なのだとの言葉をいただいたそうです。技術者としては昭和19年物資がない中、画期的な真空管の製造に成功しています。そして一風変わったところで学生時代にですね、幸山参加を作詞しています。幸山参加、雪よ山よ我らが宿る、歌ですね。あ、そうなんですか。あの作詞をされてます、多彩なんですね。あと東京天文台の職員、登山家でもある中村さん、奥さんが1ヶ月後出産予定でした。男の子なら白い家、女の子なら赤い家と電報を依頼しています。赤道通過の頃暗号電報が届いています。白い家、赤い家ともに無事、男の子と女の子の双子だったんですね。なるほどですね。名前が船内で公募されて、澄み切った南極の夜空に入るオーロラにちなんで、男の子は通る、女の子は英子と命名されたそうです。この他大学生、山岳ガイド、技術者、気象庁の職員、元銀行員などの方がいらっしゃったそうです。まあ、いろんな人がやっぱりこう選ばれるんですね。そうですね、団員がですね、そして、まあ、その後出航になるわけですが、出航してからがまた大変だったんでしょうね。そうですね、第一次南極観測は観測基地として適当な地域を決定し、基地を建設、次年度の越冬観測に備えるという計画でした。はい。東京出港後12月1日赤道通過、ケープタウンを経由して大晦日から5日間暴風圏にの中に入ります。この時60度入れています。氷海に入り、当初1日50キロぐらいぐいぐい進んだそうなんですけども、32年1月20日には止まってしまいます。ダイナマイトで爆破しても氷は割れなかった。南極の夏はあと1ヶ月、そんな時西織副隊長からぶっつけ本番の越冬観測が提案されました。今回を含め南極にたどり着ける保証はない、日本の底力を見せるため、観測成果を世界に知らしめるため、これから1年越冬して観測を行うという強い意志なんですね。すごいですね。でもね、そのいきなり越冬のご提案っていうのも、これはやっぱり探検家だったからそうなったんですよね。多分例えば高い山に登ってここまで来て山頂まで行かないっちゅうわけいかないだろうと思いますよね。そういうことだと思います。ちょっとやっぱりあの感覚的には特殊な人じゃないとそういうことをこう発想できないんじゃないかなと思いますけどね。まず次は来れないかもしれないっていうふうに考えるんでしょうね。そして、まあ、船が止まってしまいますけども、停止して3日目の朝、氷が割れて幅2メートルほどの水路が南に伸びている、やはり宗谷の強運ですよ。あ、なるほどですね。そんなことはまずなかったです。まず氷が割れて南に行くなんていうのはまずないです。それから2日後の1月24日、人類未踏の地に接岸、ここを昭和基地と命名しました。日の丸が掲揚されて、日本対南極上陸のニュースが国中を歓喜させています。片道25キロ、往復10時間の物資輸送、基地建設が始められる中、越冬観測が決定されました。はい。その越冬観測というのがぶっつけ本番だったんですよね。そうですね。宗谷はその後どうなったっていうと、まあ基地の建設、これは天候が悪化して荷物が流出したりしたんですけども、基地を完成させ、2月の15日12時30分宗谷は越冬隊11名、雪上車4台、樺太犬19頭、猫のたけし1匹を残して離岸しています。ただ離岸後、宗谷は天候がさらに悪化して3日後には現状ではいかなる機械力を持っても脱出不能と打電しています。その後ソ連のオビ号が救援のため
到着、うん、氷海を脱出して4月の24日帰国しています。ああ、よかったですね。なんかそれに助けられるっていうこともあったんですね。そうですね。なんか珍しいなっていうような感じがするんですけど、越冬隊の、活動ももちろん大変だったんですよね。そうですね。昭和32年2月、はい、日本では越冬隊ブームでしょうね。南極へ送るすべもないのですが、文部省にセーターが全国から多数届いて、はい、黒部第4ダム建設現場の合言葉は越冬隊に負けるなだったそうです。隊員は観測テーマを求めて氷の大地を走り回って、うん、ペンギンとか岩石などに興味を持ったものの、知識は全くなく研究は無理だと思ったそうです。うん、西織越冬隊長はとにかくやってみなあれとおっしゃった。うん、3月、風速50メートルのブリザードが来襲します。観測小屋などが木っ端みじんに破壊されて、恐怖心で感覚が麻痺して 2,3 メートル先の石が2キロ先の島に見えたそう。そうです。居住棟全体が浮き上がるような感覚、完全装備で過ごしたそうです。そして命令ではないけれども皆さん衣装を変えていたそうです。隊員たちはもう観測どころではないと思い、基地にこもって毎日麻雀ばっかり。この姿を見ても何も言わない隊長の視線が辛かったんでしょうね。耐えきれなくなって隊員の一人が、俺たちはもともと落ちこぼれなんです、観測なんかできっこないと言ったそうです。それでも隊長は何も言わず極寒の中一人観測を継続します。ある日アマチュア無線で外国と交信できないかとおっしゃった。 CQ こちら日本隊南極基地。すると日本隊は何を研究してるんだ、南極はどんなにすごいところだ、各国から熱い声がひっきりなしに届いたそうです。隊長は笑顔で、自分を蔑むな、落ちこぼれほど強いんだ、隊員たちの顔つきが変わった瞬間です。そして4月、食料の3分の2が流出してしまいます。隊長は銃を使ってアザラシなどを食料として持ち帰り、タバコの空き缶で作った観測機材を前に、これで吹雪の中雪を集めて雪の結晶を調査すると宣言されます。隊員の一人が、そんなもんで科学的な観測ができるんですかと問うと、やる前からダメだと諦めている奴は一番つまらん人間だとおっしゃった。隊員たちは奮い立って、すさまじいブリザードの中1日4回ロープを伝って百葉箱に通い、気象観測したり岩石の成分を測る機械を作って分析に没頭したり、ペンギンの観察記録は本格的な生態記録となっていきました。オーロラの観測は火災のため測量機、観測記録すべて灰になるという事故がありました。担当者は、やはり自分はダメだと落ち込んでいると、数日後越冬隊長が鉄パイプを採掘して作った測量機を差し出し、手ぶらで返すわけにはいかんな、火事ぐらいでくじけるな、失敗したらまたやり直せばいいと声をかけられたそうです。なるほどですね。まあ、越冬隊そういうふうにしてこう、まあ、観測とか研究をされるんですが、越冬隊のお迎えはどうだったんでしょう。はい、32年10月21日宗谷は改造を終えて第二次観測隊に乗せて東京を出港しています。はい、12月23日氷海突入後すぐに自力航行不能となりました。アメリカ砕氷艦の救援を待たずして氷海を脱出したんですが、左側のスクリューのプロペラを1枚折っています。前進できないまま40日経過、昭和基地まで200キロ、昭和基地の食料燃料は残りわずかでした。33年2月の8日飛行機で救出作戦を開始します。ブリザードが来たら一巻の終わりです。操縦桿を握る手が震えたそうです。1時間後アルハトオレンジ、あのオレンジ色の観測隊の色ですね、あの建物と巨大なカタカナの文字、歓迎と越冬隊のメンバーが雪の上に歓迎と字を書いてたんですね。
10日から12日、天候回復のわずかな時間で越冬隊員11名、カラフト犬7頭を収容、第2次越冬隊3名を送っています。うん、その後天候が悪化して14日、第2次越冬隊3名とカラフト犬3頭を再び収容して、資材20トンを氷上に置いたまま外洋に脱出しています。うん、その後も第2次越冬隊を7名に縮小して、空輸の可能性を捨てず、天候の回復を待ったのですが、うん、2月の24日、越冬計画を断念しています。カラフト犬15頭を残して出港。ここに第1次越冬観測が終了しています。うん、42日後の33年3月24日、羽田。越冬隊員は1年半ぶりに日本に帰還。世界日本人の底力を知らしめ、持ち帰った観測結果は世界を驚嘆させました。うん、これが第1次南極観測隊のドラマですね。はい。なるほどですね。そして、太郎と、次郎もがありますよね。はい。なんで、その、こう、犬を連れて行ったり、猫を連れて行ったり、カナリアを連れて行ったり。それはですね、まあ、カラフト犬の場合だと、なんで犬ぞりなのかっていう、犬を連れて行くと何がわかるかというと、方向感覚に優れていて、クラック、氷の割れたところですね、これを本能で感知できるんですね。クラックから立ち上がる空気の流れとか、そういうのを鼻とか、肌で感じることができるそうなんですよ。そうなんですか。それはそのカラフト犬だけですか？うん、カラフト犬は、寒さに強い犬種なので、それができる。他の、例えば、ミニチュアダックスとか、そんな子がいたら寒くて、もうそれどころじゃないですよね。そうですね。で、33年の4月に宗谷は帰国後改造されて、11月12日、第3次観測隊を乗せて東京を出港します。34年1月14日から20日間で58便の輸送、越冬隊14名、資材75トンを空輸しています。この時、一時隊、犬の世話役でもあった隊員が、太郎と次郎を確認して抱きしめています。方向感覚に優れて頭の良かったリーダーの力というリーダーがいましたけれども、彼らを生存に導いたと考えられます。4月の13日、第3次観測隊が帰国しています。次郎は4次隊越冬中、昭和基地で5歳で病死しています。太郎は4次隊とともに1961年5月の4日、4年半ぶりに帰国しています。北海道大学の植物園で飼育され、14歳7ヶ月で展示を全うしています。ああ、そうだったんですね。いやー、先週から今週にかけてですね、ちょっと興味津々で奈々ちゃん聞いてたみたいだったですが、どんな感想ですか？そうですね、話を聞いていて、私も南極に行きたいって強く思いました、ね。そうですね。その民間の、その一般人の人たちも南極に行くことはできるんですか？全国から南極観測隊を公募しています。それは東京の、立川市という極地研究所っていうところが主催して募集をしているんですけども、それは毎年募集しています。ただ競争率はかなり高いです。ですね。一番確率高いのは、しらせの乗組員になることでしょうね。あ、いわゆる海上自衛隊員になってしらせに乗ると。はい、日本国籍を持って海上自衛隊に入ります。はい。で、そうですね、そこそこ腕を持ってないといけない。で、かっこいい。で、もう一つ大事なことは、家族に憂いがない人、そういう人が選ばれるんですね。で、あとは一般の公募で行くと、料理人ですとか、基地建設とか、発電機を整備しますとか、そういう方々、あとは、観測に、研究している人ですね、大学の教授だとか、学芸員とか、そういう方が乗っていかれますね。カラスにですね、知らせが入ってきたときに、
船上でパーティーをされたんですけど、うん、まあ、しらせの、もちろん乗組員の中の料理人の方っていうのも非常にこう腕がある方じゃないですか。美味しいの作られますよね。はい。あの、海上自衛隊の場合は、調理の専門の人間がいますので、そのものが作ります。で、外国に行く船ですね、うん、遠洋練習航海に行きますとか、うん、そういうところでは必ず寄港時でレセプション、まあ、パーティーをやるんですね、うん、その時の料理を出さないといけないので、うん、外国に行く船の調理人はそれなりの腕がないと乗せてくれない、そして乗組員がなんか下手な料理人だったら嫌ですよね、ずっとね、ちょっと厳しいですよね。楽しみで、あ、ちょっといいですか、はい、いつの間に、あの、最初お話聞いた時はあの、なんかな、海上保安庁とか言われてましたよね。あの宗谷までが海上保安庁です、うん、富士からあの海上自衛隊になって、だから6次隊までが宗谷ですね、それ7次隊以降が海上自衛隊、宗谷、富士で、しらせ、初代のしらせ、うん、で2代目のしらせが現在ですね、うん、いつの間にこう私たち今の感覚から言ったら最初から海上自衛隊だったような気がするんですけども、うんうん、こういつの間に変わったのかなっていうのがですね、はいはい、じゃあ私からちょっと質問してみましょう、ええ、越冬隊員が越冬を終えて、まあ、しらせが迎えに到着しますね、何が一番食べたいでしょうか。はい、お茶漬け、はい、お茶漬け。あの、各飛行地でこういう質問をするとですね、うん、あの、高級料理だとか、うん、奥様の手料理とかいう回答が来たりするんですけど、うん、意外にもこれは卵かけご飯なんです、なんとなくちょっとかすった、卵をコンコンパリってあれをやりたいわけです。わかった。あの、食料の中にはですね、冷凍食品として黄身と白身を分けて、あの、ボックスに入ったものがあるんですけども、あの、卵をパリッとやりたいわけですよ。なるほどですね。意外とシンプルなんですね。あとは、梅雨は食料の中ではビールですね。缶ビール。あの、瓶ビールはもうゴミになってしまうので、缶ビールを持っていくんですよ。あれだったら圧縮できるんで。で、1年も缶ビールを置いてると、アルミの味がついちゃうんですよね。あ、そうですね。だから新鮮な缶ビールが欲しいんです。緊急物資の筆頭にその卵とビールが向かってます。そうなんですね。そうだもんね、やっぱ日本人だけですよね、卵かけご飯ね、うん、そうね、時々妙に食べたくなる。ナナちゃんどうでした、先週と今週でね。いや、もうそう、楽しかったですね、行きたい行きたいというふうな気持ちになってる感じですが、いや、本当、もうこの2週間は、興味深いお話をですね、いろいろお話いただいてありがとうございました。ありがとうございました。谷口隊長の、という方がこの番組に出てるんですけどね、その方の奥様からですね、もうぜひともですね、吉田機関長のお話をこの、ラジオでやれというふうな、あの、それこそ指令が下っておりましたので、あの、遂行できてよかったなというふうに思っております。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったです。はい。さあ、本日のほどほどステーションセカンド、いかがだったでしょうか。本日の放送や過去の放送は YouTube チャンネルでもご視聴できます。YouTube チャンネルで FM からつほどほどステーションとご検索ください。本日はこれまでです。吉田氏、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも一日ほどほどにお過ごしください。さようなら。